久保さん、今回分かりましたね。ちょっとわか、ひらめ、降りてきたんですけど、運の正体です。この運の正体、多分ね、感謝があるかどうかですよ。これね、成功者の言葉、成功者の偉人の人たちの成功本には、こう、かなりの確率で、まあ、感謝という言葉がね、あるわけですよ。感謝の気持ちを持ちなさいと。で、成功してない人は感謝の気持ちが多分少ないんですよ。なんだ俺だけ、みたいな。 でも成功してる人ほど感謝の気持ちがたくさんあるんですよ。多分この違いじゃないですかね。いってらっしゃい。